ハヤトの野望チャンネルへようこそ。自分だけの最強のマシンを作って冒険するゲーム、テラテック、今日もプレイしていきます。はい、前回はですね、このマシン作りました。かなりの火力を秘めています。まだちょっとね、お金が足りなくて自由にパーツを手に入れることはできないんですが、これでね、お金を稼いでいきたいと思います。よし、次これ行ってみるか。反逆ステーションを制圧せよ、行きます。今の俺の火力ならいけるはず。反逆者の護衛を探し倒せ。あいつらか、あいつらだ、死ねー。もう死んでいく、死んでいく、溶けていく。ちょろいんだよ。あれ、でもこれ関係ない、ただの敵っぽいな。あ、いるいる、あいつだな。ちょっと地形を鳴らしてから行くか。ちょっと危ねえからな、引っかかると。さあ死ね。多分こいつよくわかんないけど倒せばいいんだろう。あ、違う、間違えた。拠点を自分のものにする任務だったのに間違えました。タレットを壊すはずだったのに拠点を壊してしまいました。まあいいか、もう目に見えるもの全てを破壊してしまう。さあ出発だ。うわ、なんだ、撃たれてる撃たれてる撃たれてる。お前か、死ね。死ぬがいい。賢いな、岩の陰から狙ってきやがった。でもな、岩ごと壊せるんだよ。いや、火力が正義なのがマジでよくわかるな。あまりにも強すぎてしまった。さあバンバンミッションこなして採掘機を探そう。採掘機があれば資源が枯渇するまで掘ってお金稼げるんで。次は正体不明の落下物を調査せよ。これだ、小さな小包みを一つ発見。中身はなんだ。あ、敵が来る、撃てー、今のうちに撃っとけ。来るぞ、来た、あ、やばい、囲まれてる囲まれてる、やばすぎる、やばい、ケツを攻撃しないでくれ。じゃ、いかんいかん、ちょっと待って、死ぬ。やべえ、嘘だろ、撃てー。よし、一体お前もだ。まずい、だいぶ削られてる。でももう撃ち合うしかねえ。よし、あと一体、足を止めてインファイトだ。オッケー、いや、オッケーじゃないよ。待て待て、ケツがなくなったんだけど。ケツドリルがやられてしまった。貴重なケツドリルが。いや、だいぶやられたもんな、苦しい。さあ、でだ、この箱には一体何が入ってるんだ。よっぽどいいもの入ってないと許さんぞ、これ。ん、これはなんだ。あ、これブロックを作れるやつだ。素材からメタリウムやチタナイトから部品を作れるみたいな。でもいらないかも。こんなメタリウムとかチタナイトとか持ってないぞ俺。違う違う、いらないこれ。よし、ちょっと修理が必要だ、補修します。まず武器だな。あ、でも武器はなんとか足りそうだね。オッケー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 、いいぞいいぞ。あとお尻。お、何？うわ、待って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 、いや、ああ、修理中を狙われた。なんちゅうこっちゃ、最悪だ、気づいてなかった。あれ、どこだ、どこで死んだんだ俺。とんでもねえことになっちまった。でも幸い回収機構は残ってるから、一回回収してよかった。これしまっといて、くそ、許さんぞ。復讐しよう、復讐の旅に出よう。あいつか、俺を殺したやつ、俺の仇だ。死ね、あ、弱い、弱すぎる。あまりにも弱すぎる。いや、こいつじゃない気がするな、もっと強そうなやつだった気がする。俺の痛みを思い知れ、この野郎。よし、仇は取ったぞ。一回拠点に帰ろう。ゲーム開始時の姿になってしまったが、よし、一回バラバラになります。さあ行くぞ。あー、慣れない、当選簿1号に戻れません。パーツが足りないみたいだ。あ、その昔作ったこの姿にはなれるらしい。えい、なんだよこれ、なんだよこれ、これになってどうすんだよ。よし、一回出直しだな、こりゃ。ちょっとさっきの機体は後ろからの攻撃に弱かったんだよな、そこをちょっと強制したい。よし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 、いいぞ。はい、できました、じゃん。今までの弱点を完全に克服しました。
これですね、攻撃してみると分かるんですが、ちょっと待てよ、安定大丈夫か、いやあやばいかも、ちょっと待て待て待て、本当に弱点克服できてるかこれ。攻撃するとかなりの高高度から敵を狙って攻撃することができます。そこの下に敵がいるんで試してみましょう。ちょっと安定が危ないけど、これはもう、はい、くらえ、あー強い強いな。ただちょっと転んじゃうかも安定性の向上を図ります。もうちょっと重くなれば安定するのではないだろうかどうなんだろう大丈夫か。はい、とりあえずバランス取ってみました。ちょっと歩いてみよう。まあいいねいいね。あーダメだダメだ。あ、だからこれあれだ、後ろばっかり増やしたからダメなんだきっと。前にも伸ばさないと、こういうことだな。さあこれでどうだ。あ、安定したかも。あーいいぞはい、最強の機体できました。結構いい機体ができた気がする。この機体の名前は東京スカイツリー号ですちょっと名前負けしてるかもしれねえけど、さあ行くぞ。うおーお強いぞ雨のようにミサイルが降ってくる。なかなかいいじゃないか。はい、シールドボール手に入れたんでこれもつけましょう。全面トリプルシールドです。コックピットここだから全然守れてないんだけどよし、近くにいる敵全て倒しましょう。そこにもいるぞ。危ないちょっと待って、坂登れねえかもこの機体。やめてくれやめてくれやめてくれ。ああ無力だ。あ、でもこれ後ろにも撃てるんですよ、ちなみに。お強いちょっとなんか撃たれ弱そうなのだけが難点だな。それさえなければ結構強いかも。ただ首折られたら一巻の終わりだけどな。ここだけは死守しないと。鉱脈を掘るミッションが発生してるっぽいぞ。ようやくオレイト鉱脈を探す。これかも。あんまりこういうの掘るの向いてないんだけど、これでいいのか。硬いなこの岩、全然掘れません。あ、これだこれだ、オレイト鉱石、噂は本当だったのか。あー、やっと掘り出すツールくれるっぽい。やったぜ。どうやら採掘機をもらうことができたようです。やったね。でどこでお金稼ぐかだな。あとは安定して掘れそうな平地を探します。でもここ結構稼げるぞ。緑のやつが2つある。ちょっとただ近くに敵の拠点があるっぽいから、あっち潰してから来よう。助けてください、敵に襲われてるんです。敵いなくね。あ、降ってくる降ってくる降ってくる。もう完全に罠だよねもうこんなの。さあ俺に勝てるかな。いや、まずいまずい、インファイトやめろインファイトやめろって、タイヤが狙われてる。やめてくれ。もうちょっと離れないと弾当たんないぞ俺の。当たんねー、攻撃当たってない、攻撃当たってない。いかいかいか、やめろやめろ、ケツを狙うんじゃない。お前戦えよこいつこいつが戦わねえのが悪い。よし、この距離この距離、このベストの距離。よしよしよし、いった、やったぞ。まあ、さらにでかいのやってきたけど、まずい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 、敵が多すぎるんだよ。シールドがなくなってる充電切れたんだ。よし、やれやっちまえ。どうだ、後ろにも撃てるからなこの機体は。よし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 、オッケーオッケー、もうちょいもうちょい。じゃあ待て待て待て、すごいの来たすごいの来た、ちょっと待て、後ろからすごいの来た。無理無理無理、お前は無理だ。ちょっと待って、ああ待て待て待て、起き上がれ起き上がれ起き上がれ、起き上がっては撃ち、起き上がっては撃ち。よし、あれ、まだ生きてる。あ、まだ生きてる生きてる生きてる。これ生きてるって言えるのかよこれなんとか大激戦乗り切りました。こんな姿になってしまったが、いや、頭が高いところにあるから下どんだけ削られても全然大丈夫でした。最後首折られたけどさすがに首の骨折られたら死んじゃうけど。じゃあ元の姿になれるかな、これパーツ足りるか。来た、よし治りました、やったやった。で何しに来たんだっけで何しに来たんだっけああそうか、襲われてる味方を助けたんだっけ。で襲われてた味方どこ行った、死んだかあいつみんな死んだのかも。ちょっと今のうちに首折られた時のために上に緊急事態用ミニタイヤつけようかな。これで首折られたら頭から下の首寸断してこのミニタイヤで動くことにします。次なんだけど、あれだあれ、
無理じゃねえかあれ。ちょっと無理な気がする。あ、でも高台にいるからいけるかも。さあ撃て、打ち下ろしだ。勝てる。まずこいつから。いやー、振り下ろしのミサイルマジ強い。撃ち落とせ。いいよ。敵が坂に引っかかって登れてない。バカめ、まぬけどもめ、ミサイルの雨に降り注がれて死ぬがよい。一方的じゃねえか。よし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 、勝てるぞ。はい、うわすごい、ノーダメで勝った。強いかも。あの特定の地形にすげえ強い。特定の状況下ですごく強いこいつ。よし、一回拠点に帰るか。暗くなっちまったしな。登れねえ、登れねえ、坂登れねえ。はい、というわけで今回ここまでです。最初に作ったね、横長号、ね、やられてしまったんですが、なんと下半身が殺されても第二形態の首だけで戦う、まあ、分かる人には分かるガンダムのジオング的な感じですね。下半身やられても胴体やられても首だけで戦う新たな設計思想の機体が完成しました。さらに首を伸ばせば、首がやられても頭皮だけで戦うとかができるかもしれません。次回こそですね、ついに今度は大量にお金を稼いでいきたいと思います。というわけで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。